和製鋼の結果、はい、政治経済学部なんですけど、工学部はまず今年大躍進しました。理工に関しては東大京大の滑り止め軍団むちゃくちゃ強い。文学部と文化構想学部が僕の中で穴場ありますからね。はい、早稲田では、ほうで始まりました、もちちチャンネル。さあ、今回は平田ゼア、どうも、早稲田大学塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、お願いします。もちチャンネル、もしかして久々これ。はい、でも私もう今日12本目ですから、もう撮影して、あ、そうなんだ。もう死にそうです。よくそんな撮影できるね。はい、ほんとやばいです、はい、さあ、今日ははい、じゃあ、早稲田の結果はい、出ましたんで、はい、発表したいと思います。まあ、一部ね、うちの生徒でも、まあ、報告くれてない子はいると思ういるんですけど、はいはい、まあ、でも多分そういう子はちょっと結果が出なくて言いづらいんだろうなと思うんで、うん、まあ、ちょっと一応カウントはできないんですが、はい、早稲田合格の報告が来たカウントを今日発表したいと思います、はい、まずですね、政治経済学部なんですけど、僕以前の動画でさ、3月末ぐらい撮ったやつで、はいはい、政経一人も受けてないって言ったんだけど、そうそうそう言ってた、あの、ごめん、間違ってました。2人受けて2人受かりました。全然違うじゃん。全然、いや、2人しか受けてなかったっていうのもあって、2人受けてた。でね、これもう僕は確立できました、はい、あの、これも後で話すけど、早稲田政治経済学部はこれね、穴場です。今意外と思うかもしれないけど、早稲田政経は今めちゃめちゃ受からせやすいです。まあ、俺もね、ひょんなことから、実は去年小橋さんから言われて、はい、まあ、そうかなと思いながら、まあ、ちょっとこう試しに、まあ、2人だけ指示出してみたんですよね、はい、こう受かりそうな子、うん、受かったよね。というのも、政経学部のこうあれを見てみると、従来早稲田って東大とか京大の滑り止め軍団が一番の天敵って言われたじゃないですか、はいはいはい、だけど早稲田政経に関しては新しいスタイルの入試になってから、うん、明らかに東大京大一橋といった超難関大の滑り止め軍団が攻めあぐねてます。数字で見えるんですよ、はい、早稲田政経って共通テストが600点満点が100点になるんですよ、はいはい、だから、まあ、正直共通テストであんまり差つけられないんですよね。なるほど、うん、でさ、これで東大の人たちなんかも、まあ、なんだかんださ8割台中盤から9割前後取ってきたりするけど、うん、でもやっぱり圧縮されるから、はい、マインドとしては足切りクリアすればいいやじゃないですか、うん、共通テストって。実際早稲田政経学部の受験者平均点を見てみると、もう7割ちょっとぐらいしかないんですよね。で、次に総合問題なんですけど、うん、総合問題も、まあ、平均点が7割あるかないかぐらいなんですよ。で、基本的に成績標準化ってないんですよ、早稲田政経って。換算はされるんだけど、だけど平均点と合格最低点の差が十数点しかないんですよ。なるほど。つまり平均点プラスアルファ共通テストおよび総合問題で取れば受かるんですよね。なるほど。っていう形になってて、これって明らかに天敵たちが攻めあぐねてるんですよ、うん、だから実際ちょっと俺来年マジでもっと受けさせようと思ってるんだけど、数学 1A ぐらいなら私なんとかなりますっていう感じであれば本当に受けた方がいいです。続いて、早稲田法学部。法学部は、まあ、前回の動画でも話しましたが、今年大躍進しました。で、ここも結構、まあ、以前にも動画にしたことあるんだけど、もう受からせ方がだいぶ確立できてきて、今年なんと11名受かりました。去年がね、5、6年しかね、5、6名だったんですね。5、6名。去年が5、6名だったんで、大躍進ですね、法学部に関しては。政経法はすごく良かったですね。多分、うちとの相性が一番いいような気がします。次に、商学部。商学部は割と例年通りですね。12名合格が出ました。まあ、ちょっとこう、補欠合格も若干出ましたね、今年はね、商学部ね。で、次に、社会科学部。社会科学部もうちょっとね、出るかなと思ったんですけど、9名でしたね。続きまして、文学部。文化構想学部いきます。文学部7名。文化構想学部9名、うん、で、まあ、やっぱりね、体感的には今ね、文学部と文化構想学部が僕の中では政経とか法学部なんかよりもずっと競争が熾烈。ああ、そうなん、ね、うん、なんかね、お前が落ちたかみたいなのがすっごく多いです、やっぱ文文校、うん、で、やっぱあの入試問題、高得点争いになると早稲田の合格者数がね、うん、まあ、1割2割ぐらい減るっていうのが、まあ、結構見受けられるんで、まあ、もしかすると今年も平均点とか開いてみたら結構厳しい戦いだったのかなっていうのは、なるほど、うん、思うかな。まあ、ぜひね、そう、早稲田っていうのはね、問題が楽だったら受かりやすいってわけじゃないんで、そう、はい、問題が簡単な時は超高得点勝負で厄介ってことがありますね。っていうことです。
そして次に人間科学部、人間科学部は7名合格しましたね。うん、まあまずまずかなと。でスポーツ科学部はまあもともとそもそも人気がない学部ではあるんですけど、まあ5名受験しまして、で3名合格を受けて、でまあ2名ちょっと無申告なんですけど、まあちょっとダメだったのかなっていう感じですね。で共通テストに関してはこれもうズバリ言います、共通テスト勝負です。さっきの政経学部なんかは共通テストではもう差がつきようがないって話をしたんですけど、今のスポーツ科学部って共通テスト2科目400点満点なんですよ。でそれが200点満点に圧縮されるんですけど、まあ受験者平均点および小論文の平均点を加味した時に、通常の共通テストの平均点の範疇であれば8割も取れなくていい。もうほんとね、200点満点であれば、まあ、150も取れたら十分、通常の平均点の中であれば。素点換算すると400点満点中300ちょっとぐらいあったらまあいいかなぐらいに思っといてくれたらいいと思います。結構ハードルはそこまで高くはないかなと思いますね。なるほど。でまあね、2次の小論文に関してはもううちに任せてくれたらもう合格しかないんで。なるほど、はい、あそういえばで慶応合格塾も受かったからね。そう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 、特にしかも相沢先生がね面倒見てくれた SFC の子なんかも合格してね。そう、慶応合格塾もやっぱやっぱり小論文はね、本当ね指導者がいるとで全然違うからね、はい、いうような感じでございました。そして理工学部、理工学部も今年熾烈でしたね。今年早稲田理工5名合格しましたね、クラスが大体20人ぐらいなんですよ、まあ、もうちょいね合格させてあげたかったなっていうのはあるんですが、やっぱりまあ例年と同じで東京理科大まではねなんとか手が届くんだけど、やっぱりその早稲田理工であと慶応理工も2名通ってるんですけど、まあ早稲田理工に受かった子たちがまあ慶応理工で2名受かったっていう感じなんで、まあまあ被っちゃってはいるんですけど、まあやっぱり熾烈で、先ほどね東大京大の滑り止め軍団が早稲田政経は攻めあぐれてるぞって話したじゃないですか、はいはい、一方でね理工に関しては東大京大の滑り止め軍団むちゃくちゃ強い、ね、やっぱねなんかこう同じ天敵にしてもやっぱり理系になってくるとちょっとね強さがね一段階グラッと上がる感覚があります。なんかこう回答能力がやっぱちょっとこう違いますね、文系とはちょっと一味違う本当に、それを実感させられます。はい、そして最後国境ですよ。はい、英語がすげえ難しい英文になった、はい、国境に関しては今年、6名合格が出てます。結構ねだからねこれ法学部なんかも15、6人ぐらい受けて、でこれだけ受かってるんですよ、で国境なんかも10人ちょっとぐらいかな、受けてで半分ぐらい受かってるんですよ。これって結構いい数字だと思ってて、でやっぱり戦略がマジで早稲田って今大事で、国境に関してはこれね政経とちょっと同じ現象が起きてて、平均点と合格最低点の差があんまりないんですよここって。だから共通テストは平均点プラス1割以上、それくらいは取ってほしい。であとはこれも意外だと思われるんですけど、英語4技能試験の平均点見たら分かるんですけど、平均点がね 12、3 点ぐらいしかないんですよ国境って、つまり準一級持ってないのに国境を受けてる人っていうのが結構いるんですよね。なるほど。だから準一級持ってるだけで 2,3 点もうアドが取れちゃうんですよ、はいはいはい、だから強手で1割以上ぐらい、平均点プラス1割以上ぐらい取って、かつ準一級を持ってるだけでもうアドが取れて、でまあ国境の二次試験の英語難しいけど、まあなんとか平均点ぐらいは取ろうよみたいなところで攻めていくと結構受かって、この戦略でいくとなんか国境ってすっごく遠くに見える夢の背中みたいに思うかもしれないけど、はい、意外とそんな遠くなかったんだなってことでモチベーション上がって、で勝ち抜いてくれたなという印象です。なるほど。はい、これ最後に発表しておくと、はい、よくその穴場ありますかみたいな、はいはいはい、早稲田では政経法国境今穴場です、もう言っちゃう。お、少なくともうちでは穴場です、はい、じゃあまあねまた成績開示来たらいろいろ見てきて分析していこうと思いますので、はいはい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。